あななたにとって大切な人だからこそ,失うんではないかそんな不安や心配にとらわれてしまうそして増大した不安や心配は時にあなたの心を暴走させてあなたと彼との関係をおかしくしてしまうことさえあるならば不安や心配を手放して彼を信じることができればいい今日はこの信じる力を高めるための方法を2つご紹介していきたいと思います是非最後までお付き合いください こんにちは小川健ですこのチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています動画はほぼ毎日更新しています最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録をよろしくお願いしますまた僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しくださいあなたが愛する人大切に思う人 こういう人は絶対に失いたくないじゃないですか。失いたくないから、ね、えー、失った時のことを考えて不安になったり心配になる。彼は今何を考えてるのか私のこと好きじゃないんちゃうかとかね。えー、まあいろいろ妄想膨らんでいくわけですよ。えー、ただ、残念ながらね、えー、女性の不安や心配というのは消えてなくなることはないんです。なぜならば、女性の多くはね、えー、まあ男性にと比較して、男性と比較して、不安や心配が高まっていく傾向が 強いなぜならば、ねまあ、女性はもう本当に正徳的に妊娠出産育児というね、まあ、大きなイベントごとを迎える可能性があるわけですよ全員が全員じゃないけどねでも妊娠出産育児の期間っていうのは無防備になるからその無防備な期間っていうのは自分の身を守らなきゃいけないですよね自分の身を守るためにはやっぱり危険に対して敏感じゃなければいけない先にね不安によって危険を察知してすぐにでも逃げる準備をしなければいけないわけですね えー、だからこそ、まあ、不安や心配がね、こう進化の過程の中でどん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 大きくなっていったっていうような考え方があまあ、その考え方に照らし合わせてもね、えー、まあ、多くの場合、女性というのは不安や心配がね、先に来てしまうんだが、だがね、それも度合いの問題でさ、それがあんまりね、度が過ぎると、さっきもね、冒頭言ったように、彼との関係をおかしくしてしまうことがあったりするわけじゃないですか。不安や心配がね、暴走して、えー、このやっぱり不安や心配を解消するためには、 この長文ラインを奴に送りつけて、奴に思い知らせないと気が済まんわとかね。こう、電話口とかでね、もう向こうが疲弊するまでもう愚痴をもう延々もう何時間でも言ったるわみたいな。言ったるわとかね、やったるわと思ってなくても、結果的にね、そういうことになってしまうと、まあ向こうとしてみれば、いやいやいや、ちょっと待ってよ。じゃあ、この関係をやめにするっていう話に、 なっちゃうわけですよね。えー、まあだったら、そうなるより前に、えー、その不安や心配を極力ね、軽減する。まあ軽減しつつ、信じる力。彼をね、信じられるためにあなたが持っている力をね、えー、発揮をする。 信じることは人は誰でもできるんです。じゃあ、その信じる力をどういうふうにね、こう高めていくかっていうことを今日はご紹介をしていこうと思います。えー、まあ、どれも、どれもというか二つご紹介していくんですが、まあ、二つそれぞれね、関連づく話なので、えー、まあ、どれか一方というよりは、どちらか一方というよりは、まあ、二つ揃えてね、お考えになっていただくといいのではないでしょうか。えー、彼を信じる力を高めるための、えー、不安や心配をね、手放して彼を信じる力を高めるための方法の一つは何かというと、えー、これですね。 事実だけを見るということですね、えー。事実、今起こっている現実をしっかりと見てあげてほしいんです。えっ、ー、と、彼がね、何を考えているか、彼があなたのことを好きかどうかというのは、残念ながら今起こっている事実としてはね、えー、あなたの視界の中には入っていないことじゃないですか。まあ、言ってみればあなたの妄想なわけですよね。 えー、あなたはそれを目で見て測るわけではないし、彼の耳から聞いて、言葉で、えー、彼の言葉であなたが耳でから聞いてるわけでもないわけですよね。今、事実は何かというと、例えば、彼にメールを送りました。えー、LINE を送りました。えー、それが既読スルーになっているというのが事実なわけですよね。えー、そして、ね、えー、それに対してのレスポンスがない。ただこれだけなわけですよ。 これに対して彼がどう思い、何を考えて、そしてあなたに対してどんな対応をしようと思っているかというのは、ここから先のことは残念ながらわかんないわけですよね。これは憶測なわけです。でも、憶測って結構自由でね。あなたは私を嫌っているからだっていうのは一つの憶測かもしれないけど、いや、彼は車にひかれてね、えー、病院に運ばれた。 っていう可能性もあるかもしれないし、そうね、まあ、豆腐の角に頭ぶつけて死んじゃったっていうね、えー、可能性もあったりするわけじゃないですか。事実は一つなんです。彼は返事をしてこないというだけの話だって、それ以外は全て憶測。だから、その憶測の部分は一回ちょっと横に置いておきましょうよと。だから、今は事実として返信がない。ただ、それだけだから、じゃあ、この返信がないことに対して、具体的にあなたがすべきことは何か。それは、 すぐにね、返信をもらわなければいけないことなのであれば、じゃあまた電話をするとか、えー、もう一回ね、追撃の LINE を送るとかすればいい話。 一方でね、まあ、どうでもいいと言えばどうでもいい。まあ、どうでもよくはないんでしょうから、あなたにしてみればね。でも、急を要するような話じゃない。えー、ね、昨日何食べたとかね、昨日、えー、ね、プロ野球でどこどこが勝ったみたいな話とかっていうのは、まあまあ、どうでもいいっちゃどこでもよかったりするわけじゃないですか。二 <laughs> 人の関係にさほど重要じゃないことなのであれば、ね、今は別にそれを返信もらわなかったって,って、どうということはないって、これも事実ですよね。だったら、ちょっと待ってればいいだけの話。 えだからこそね、私たちはお相手の気持ちをちゃんと押し上がってね、待つべき時に待つ必要がある。大、え、体、ー、いい恋愛上手な人はね、それができてるみたいなお話を先日ね、こういう動画でご紹介させてあげました。まあ、この動画をね、えっ、ー、と見ていただくと、まあ、なんとなくわかると思うんですけど、えっ、ー、と、こちらのリンクでね。だから今分かっていないことに対してあなたが慌ててどうこうしようとしててもしょうがないわけですよね。今分かっている事実は、えー、彼とちょっと ね、メールのやり取りがうまくいっていない。LINE のコミュニケーションがうまくいっていない。もしくは、うまくいっていないっていうのでさえ、これは、えー、主観ですからね。まあ、客観的な事実としては、えー、メールを送って帰ってきていないというだけ。そして、まあ、もう一つ、えー、過去の実績ですよね。これも過去事実としてあるわけじゃないですか。過去そういうことが何度かありましたと。で、その際、その都度彼は必ず、どうということはないよというふうに言っていたのであるならば、まあ、これはどうということではないわけですよね。まあ、忙しかったからだっていうのは、本当に忙しかったんです。 その都度ね、彼、あなたが、あなたが送った LINE に対して返信がないたんびに、彼は他の女と遊んでたとかだったらね、えっ、ー、と、<laughs> まあ、それは確かにそういう実績があるんでね、そういう実績に基づいて考えなければいけないけど、そういうことでもないわけでしょだったら、えっ、ー、と、今,今ね、えー、連絡が取れないということなのであるならば、それはそれで、ね、連絡が取れないっていうその事実先に基づいて、じゃあそれを踏まえて、その連絡の内容を、 どうすれば、あなたがね、求める形っていうのは、どういうレスポンスを求めているか、そのレスポンスに合わせて、あなたが今やるべきことをやればいいというだけ。だから、それ以外のことは全部妄想だから、妄想は一回ね、横に全部置いておくと。えー、まず事実だけを一回見ておくと、えー、まあいいんじゃないですかと。そして、もう一つここでね、重要な事実は何かというと、彼はあなたに別れようとか、あなたを好きじゃないって言ってないという事実ですよね。 二人の関係がね、少なくとも、例えば付き合ってるという関係だったら、付き合ってるわけだから、また結婚してるんだったら、まあ結婚してるわけだし、えー、ね、もう付き合ってるという関係だったら、その関係をやめようという話は誰もしてないというのもこれ事実なわけだから、ただ付き合ってるんです。だからその付き合ってるというそこをね、よりどころにして、えー、まず彼を一回信じてあげたらいいんじゃないです。 まあ結果ね、裏切られることっていうのはあるかもしれない。でもそれはさ、どんな時にあなたがどれだけ疑おうがね、あの、どれだけ不安になろうが、裏切られる時は裏切られるから、もうそこはしょうがないですよね。だからね、だったらそれはもう最初から裏切るようなやつとね、えー、付き合った自分にちょっと、まあ問題もね、責任もあるんじゃないかなっていうふうに考えてもいいのかなとは思いますけど、まずはだから一回信じるということ。そして、え二、ー、番目ですね。まずあなたがだから事実をね、踏まえた上で、じゃあ二番目、あなたはどんなふうに考えていけばいいのかというと、 客観的にね、今の情勢を見てみる。今ね、一番目で申し上げたのは、事実としてあることをあなたのね、えー、主観で捉えることなんだよ。主観でね、考えることなんだけど、もう一つ、客観的な事実ですよね。あ、客観的な視点ですよね。客観的な視点で見たときにどうなのかっていう話。じゃあ、あなたが LINE を彼に送りました。えー、そして返信がないよと。じゃあ、あなたは不安になる、心配になる、あ、どうしよう。じゃあね、 そのシチュエーションがあなたのことだからあなたは不安に思うかもしれないけど、それがね、お友達のことだったらどうですかって話なんですよね。えー、あなたのお友達がね、あなたに言うんです。いや、もう言うべき昨日ね、彼に LINE 送ったんだけど、返信ないよと。私、彼にもう嫌われてるんちゃうかな。 どうしよう不安だ心配だとね。言っていたらあなたはそれに何て言うかですよね。まあもちろんその前後関係もあったりはするけど、でも多くの場合はね、いや、忙しかっただけちゃうのとかね。いや、多分寝てたんじゃないのもう向こうは。とかね。え、そんなふうに思うわけじゃないですか。まあ、あなたにしてみれば、ね、相談してる人の発話、相談してる人のその相談内容をやっぱり客観的に見ていて、そしてあなたが知っている事実はね、彼女は LINE を叩けた、 返信がないという事実を聞いてるだけだから、その事実をもとに妄想や憶測をなしに、純粋に、客観的にね、えー、あ、それって別に寝てるだけでしょ、あんまり意味ないよね、ということを言えるわけですよね。えー、なので、まあ、ちょっと不安や心配に、ね、なった時それが自分じゃなくて他人事だったらどう思うかということをね、ちょっとこう一歩引いたところから、えー、自分と彼の関係っていうのをね、えー、まあ、これはお友達の 出来事として考えてみたときに、果たして自分の不安や心配っていうのが、本当にね、的中することなのか、それとも単なる奇遇であることなのかっていうのが、なんとなくね、えー、見えてくる。だからこれも一番目に申し上げた事実を踏まえてっていう話と、えー、同じではあるんだけども、ちょっとね、こう妄想にとらわれすぎないというか、えー、起こっている事実をもとに考えるということ、えー。まあ男性はね、特にそういうところで、えー ね、割、まあ、とこう白黒はっきりされてる方が多かったりというか、ちゃんとね、あんまり理由のないことってしないので、えー、何かね、こうレスポンスがないとか、何か、えー、あなたに対するちょっと距離が空くぐらいのことっていうのは、あんまりね、彼にとってそれをする必要はないから、えー、そうしてるだけであったりする場合もあるので、まあその辺の男性心理みたいな話はね、えー、こういう動画も作ってるので、まあこの辺見ていただくと、えー、お分かりだと思うんですが、えっ、ー、と、ここにリンクが出てるかな。 まあ、この辺をね、よく分かっていただくと、まあ、信じるというかね、まあ、なんか疑ってる自分がバカバカしいなと、えー、思えてくると思うので、えー、まあ、この辺をね、ちょっとお考えになってみていただくといいのではないでしょうか。えー、ということで、えー、信じる力を高める、不安や心配をね、えー、手放す、そのための二つの方法というのをね、えー、ご紹介させていただきました。まあ、一つはね、やっぱり事実、この揺るぎのない事実というものに対して、えー、目を向けて。で、妄想はね、一回ちょっと横にね、えー、妄想というか、まあ、不安や心配、 をね、こう大きくしていくような、まあ、憶測でもいいや。憶測でも妄想はね、一回ちょっと横に置いといて、まずちょっと一回事実はどうなんだと、えー。私と彼の関係って今どういう関係だっけね、えー、付き合ってんのか付き合ってないのか、別れるって言ったのか言ってないのかっていうところに、一回立ち返って、そこをしっかり見る。そして二番目、えー、客観的なね、えー、視点でちょっと見てみる。自分事として捉えると、まあ自分の感情にどうしても支配されてしまいがちではあるんだが、えー、これがね、 他人のことだったならば、あなたは何て言うんだろう。あなたはちゃんとね、事実に基づいて、えー、事実から導き出される答えをね、えー、まあ、事実から導き出される、おそらく答えであろうという推測をね、 ちゃんとお話をできるはずなんです。えー、妄想に走らないでね。だからこそ、一回ね、えー、客観的な視点で見るというふうにお考えになってみていただくといいのではないでしょうか。えー、まあ、そうするとね、まあ、不安や心配というのは少しは軽減することができる。ゼロにはならないと思います。ゼロにはならないと思いますけど、まあ、多少軽減し、そしてね、えー、彼を、まあ、だったら信じるかというふうにね、思えるようになるのかなと思います。えー、まあ、あとは、まあ、こういうケースってどうなんですかとか。 えー、こういう場合は信じた方がいいんかねとえー、いう個別具体的な問題はね、いつも通り僕の個別のセッションの方にお越しいただければ、まあ、状況、環境を伺いさせていただきながら、じゃあ、それはちょっとこういう対策をした方がいいんじゃないですかというようなご提案等々はね、させていただくことはできると思うので、まあ、こちらへどうぞと。えー、いうことで、まあ、最後の最後は人との人と、人と人との関係は、ね、ご縁次第というふうにはいつも申し上げてるんですけど、でもそのご縁の前提はね、 当たり前なんですけど、人と人との関係って何から始まってるかって言ったら相手を信じることから始まるわけで、えー、その信じることがね、やっぱり恋愛事である前にやっぱり人と人との関係でね、その人とお互いを大切な存在だというふうに認め合いましょうねという関係がね、一応成立してるわけじゃないですか。で、それをね、誰も崩そうとかやめようと言っていない以上は、今はその関係に乗っかってて、 いいんですだからそれをねやっぱりまずあなたが信じないとあなたが信じないでそこでね疑念を抱いて不安を抱いていればその疑念や不安は彼に伝わってねさっきも言ったようにあなたが暴れなくてもあれなんかあの彼女はんか不安になって心配になってなんかちょっといや俺との関係駄目なのかなあやっぱ俺と離れたいのかななんていう風にね逆に向こうまで不安になっていって結果的に終わりという誰も救われないことになってしまうので、えー、まあ不安や心配がゼロにはならないけども多少制御して。 えー、コントロールして信じる力を少しでもね、高めていくことができると、お互いの信頼関係深まっていくし、えー、あなたと彼との関係というのはね、まあ、無駄にストレスを生むことなく、えー、心穏やかで、えー、そして、楽しい。楽しい楽しいか楽しいかどうかはいいや。まあいいや。えー、そういう関係にね、していくことができるのではないでしょうか。えー、今日のところはこんなところで、現場からは以上です。